スタジオ今回は数風連打について説明します4つの風の連打と書いて数風連打と言います、まあ、数風っていうのはトンナンシャーペイのこと,がことですこれがまあ連チャンで出てくるとその場合流局という流局になりますどういうことというと第一ダメに4つの風トンナンシャーペイのいずれかが4連発で出てきたら 流局ということです。例えば右の人が親です。え、1打目ペイ切りました。向かいの人1打目ペイ切りました。左の人1打目ペイ切ってきました。私のハイパイ。これで私がここで1打目。例えば。1。打目嘘を積もってきた。ここでペイ切っちゃうと。1。打目にペイが4枚。数風連打が成立で流局と。 いうことになりますなのでまあ最後の人が数風連打、ままあ、最後のハイ持ってればですけど数風連打させるかさせないかを決めることができます例えば今1打目ペーペーペーとあ自分もペー持ってるとただハイパイがいいんでしかも第一ツモが多く もうハイパイパがいいこの曲流局なんかさせたくないという場合はペイを切っちゃうと数風連打になるんで例えばナンを切って数風連打の拒否そうするとまあ普通に曲が続行ですナン、まあ、もペイも風灰ではありますけどトンナンシャーペー特定の灰が4連チャンなので えーとまあシャアを切ってもトーンを切っても何を切ってもペイ以外であれば数風連打をキャンセルすることができます反対に、まあ、例えばですけどもうハイパイがもうやめてっていうハイパイだとします例えばこんなハイパイであららと あんまり面白くないハイパイですねとちょっと一回仕切り直したいななんて思った時にはえっ、ー、と自分も今ペ持ってるんで数風連打を自分で成立させて、まあ、流局させるというのも戦略の一つです。まあ、今回は数風連打は流局ですと。第一に そんなんシャーペイいずれかが4連発で出てきた場合流局になるこういうルールです。数分連打です。